空間辞表ここからは曜日替わりの企画コーナー火曜日はこちらです 著名著名には一言申したいという大島康すさんにこの時間もお付き合いいただきます。はい、引き続きよろしくお願いします。大、うん、島です。はい。ええー、2020年新語流行語大賞が発表されまして、はい、えー、さっきですね若者の方のやつを扱ってましたけど、うんはい、まあここ一応ニュースのコーナーなので、うん、こうメインでちょっとね触れておきたいなと思うんですけど、最終的に年間大賞がふてほどに。 なりましたと。t、はい、DBS ドラマの不適切にもほどがあるのは略称ですけど、はいはい、ふてほどって言った人は多分このようにほぼあまりいないと思うんですよね。確かに、うんま。あの、なんだろうな。えっ、ー、と、ハッシュタグ。ふてほど。はい 感想をつぶやいているのはすごくたくさん見たんですけど、流行語ってそういうことだったっけって思いまそう、便宜的に作られた略称でしかなくて、それが、キムタクみたいな感じで一般化していたわけではないので、僕はそれがなんでなんだろうっていうふうに気になって、流行語大賞の決め方を調べてみると、現代用語の基礎知識っていう本に載った文言の形で、そのまま通るっていうことになってるっいう でも口に出したものがいいと思うんですよね、やっぱり、はいはい、流行語って言われるとね、はい、そのイメージだよね。って考えると、僕はどう考えても、うん、何々にもほどがあるが流行語になるべきじゃないかと思うんですよね、<ー><ー>この方向だとしたら。ふてほどが対象になるならね。なるなら、それよりは、何々にもほどがあるっていうのは、普段よりみんな言ってたと思うし、ネットニュースの見出しとかには結構なってた気もするんで、はい、なんかそういう最終段階で、さすがにこれはってなった時に、チューニングできないシステムっていうのは、うんうん、なんかあんま意味ないんじゃないかな。 かだったらもう不適切にも程があるってよかった。 の方がまだまだましかなうん僕は絶対もうええでしょの方が流行ってたと思うんですけどね確かにな日常会話地面下見てないのに言ってたもんうんそう見てない人のとこまで届いてるがやっぱポイントだと思うんですけど見てない人にはふてほどが何か分かんないし近年ので言うと「今でしょおもてなしジェジェジェ倍返し」は全員使ってましたよね使ってました聞いたことありますよねで「ダメよダメダメ」うちのもともと先輩の芸人さんですけれどもとか爆買い かみ、えー、ってる。 インスタ映え、忖度、うだねワンチーム、三密。全部使ってますよね。全部使ってるし。まあなんか覚えてる。どういう意味だったかも。で、本来の意味から転化して、自分の日常会話でも使っちゃったりしてっていうノリ会話で使われてますよね。ふてほど使っちゃったりしてのノリ会話では使ってないんで。本来の意味から派生してないんで、僕はなんか、あの、決め方が良くないなっていうふうに。確かに。確かに大流行ドラマだったけどっていう今年を代表するドラマではあると思うんだけど、それ以上の意味まで派生してない。 てないもののを選ぶはちょっっと微妙だなていう感覚がもええでしょうが対象になって、滝さんに授賞式行ってほしかったけどね、そうね、なんかちょっとね、いやもう、これ、誰が決めてんですか、もうこんなの、もうええでしょうとか言ってほしかったですよ、ああ、言ってほしかった、こんな大会、もうええでしょう、終了っていうぐらいの、そう、なんか冗談系がないんですよ、確かに。単純に、なんか、検索ワードとか、トレンドワードとかを AI が選んだみたいな感じがして。 人間が選んでいる言葉の感じがしないっていう感じがしますねでもやっぱなんだかんだ注目しちゃうねこうやってねあと歴史に残っていくというメディアの人はこういう新語・流行語対象に一言言うの好きだよねあそう言わせてもらうとこまで含めて風物詩になってるからだから廃止するよりは続けてほしいと思いますね確かに確かにはいそしてですね先週はヒントは何かそして「不要品処分どうしてる?」 うん、というテーマでお話しまして、うん、でこの不要品処分について、大島さんは、本を読むには買ってはいけないと。うん、このね、まず図書館で借りて、しっかり読んでから、残す本を買う。 みたいなことですかまあ、ただ、ちょっと、新書のタイトルみたいなこと言っちゃったなっていう。本当だ。感じをしてて。本を読む前には。そう。だし、その後ね、あの、X で、まあ、訂正というか補足してたけど、そもそも、とはいえ、めっちゃ買ってるよ、本を。多分、めっちゃ読んでて、かなり膨大に読んでる中から、あの、選んで選書してというか、そうです。買ってるから、とはいえ、年間ね。はい、年間。かなり1000冊読んでる中で、100冊しか買ってませんよ、みたいな話なんで。そうそうそう。そこは誤解なすよに全然人より買ってるっていう。 あと人と共有してるっていうのが結構多くてその貸し借りした結果誰に。 所有のががあるるか分かんなくなくくってい本がめちゃくちゃゃ多いですね <laughs> でもいいですよねうんそのぐらいの緩い友達がうん、うん、結構ルーズな友達が多いっていうのは節約の結構術かもしれないです <laughs> から <に S 2> ルーズな友達を持つ <laughs>、うん、それはいいかもそしてですねその話の流れで、うんうん、えネットフリックスで配信している「今すぐ購入購買意欲はこうして操られる」という作品をご紹介いただきまして、はい、私も見てきました,見ましたいやなんかね本当にこう普段、うん 何もこう考えず、まあ、何も考えずと言いつつ、うん、例えばプラスチック製品だったら、えー、ちゃんとリサイクルされてるだろうだって「リサイクルされる」って書いてあるし書いてあるし、うん、資源ごみって言ってるしって,って、うん、こんなに強く言ってるってことは信じるしかない、ねまあ、まあ信じられるでしょうと思って思っでそのリサイクルに回しているけれどそれが実際はっきり、うん こう守られている、うん、その額面通りリサイクルされてるわけじゃないっていうのは結構衝撃で私はあの先週末台北にちょっとあの弾丸旅行に行ってきたんですけど、はい、その時も,もう行きの飛行機の中でそれを見たので、うん、あなんかこういろいろ考えて、うん、あの最小限の、うんえー お土産だけを買いました<ー>あ、えー、じゃあ絶対いらないマグネットとか買わなかったんだ買わなかったペナントとかペナントも買わなかったあれは捨てないからねそういうごみにはなんなそうですけどねごみ、まあ、が増えてるっていうのはやっぱすごい考えるとこではあるよねでもだからこそ信じてリサイクルされていると思ってやってるのにそれすらあんまりなってないっていうのはうショッキングでもあるけどなんかすごい私が思ったのは、うん あのリサイクルしてますよっていう,こう社会的な,こうなんか概念じゃないけど、はい、みんなにこう植え付けられてるものがあるじゃない、うん、リサイクルしないよりした方がいいみたいなのって、うんうん、リサイクルをしていると思ってるから発生してる心というか、はい、それすらなかったらもっと適当に買い物してる気はする。 ある種の歯止めにはなっていっということですねそうそう,そう,そう一1個の歯止めとしてリサイクルしてるよっていう定義みたいなものが存在するならあった方がいいけど、うん、じゃあしとけよとは思うんだよ、ね、そ,そ,そうね言ってるだけでやってないは言わないよりマシなのかっていうと難しいけど言うならやってよっていうすいませんなんかとんちみたいなこと言ってる感じになっちゃったけど <laughs> <laughs> そうでもやっぱ僕は先週言ったことと根本的には主張は変わってなくて、うん、とにかくやっぱ買う量を減らせばいいっていうことが最大の減らしポイントではあるから、うん うんでまあ、それに対するこう反応みたいなのをちょっと見てたら、いやそもそもそしたら経済が止まるよみたいなことをおっしゃってる方もいたんですけど、うんうん、いや、経済を回すためにゴミを増やすっていうのは、うん、その経済の適正量みたいなものを超えているというか、うん、いやいや、他にもサービスでお金は回るし、うん、それぞれが生活をしている中で、お金は購買、物を購買するということ以外でもお金は回るので、うんうん、その経済を回すために、物を。 大量に買うということを肯定する気には僕は引き続き慣れないですね。まあ目的と手段がどっかで入れ替わっちゃったっていうタイミングがあったんだろ、ね、うなう、ね、こ経済というもの自体がね,、うん、だね。でもなんかこの、本当に私は資本主義の豚だなってあの子供の頃だね。ねねそうそうそう。流行語なんないかな、これ。<laughs> あの、毎年、その自分の誕生日にも、えっと、クリスマスにも、おもちゃがもらえる、ものがもらえるのがとにかく楽しみな子供だったんですよ。私も、うんうん 本当にこの金が欲しいかってこう言われていて、欲しい欲しいみたいな子供だったんですけれど、あの、本当にね。すごい話だよな、これ。でも、なんか、そうやってこう思ってきて、ものをこう大量に買うことが幸せって思ってきたけれど、このえ今すぐ購入、購買意欲はこうして操られるで、こう出てきている、あの、もう、全く一人の、えちょっとした、その、 気分,えー、気分転換では済まされないような、うんえー、ゴミの状況っていうのは一、うん、回見て考えないともう間に合わないかもしれないって思ってしまうけれど、うん、それだって今、えー、変えなきゃいけないな って思うことは本当にあるけれどでもなんか、口先ばっかり言ってるな、私はと思いましたどこかの国に、貧しい国にものすごく幸せが寄っていったりとかしてて、今は他人事なんだけど、なんかそれって本当に、今のね、労働者が、海外からの労働の方が多いとかも含めて、なんか日本って豊かだと信じて生きてきたりとかしてて、関係ないっしょっていうスタンスで生きてても。 その、しわ寄せの順番が回ってくる瞬間って、やっぱ絶対にあるから、なんかそう、私もね、めちゃくちゃ資本主義の豚だし、あの、すぐ買っちゃう。ほい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 買っちゃうし、ゴミ減らさないとなと思いつつ、やっぱりこうね、あの、使い捨てのものの便利さとかにはものすごくこう頼ってしまうんだけど、でも、まあ、こういうね、作品に触れるとか触れないとか、 あとは、今、各企業が SDGs とかを押し出してる方が、国からも押されやすいから、なんか本当に信念的な部分でどう考えてるか分かんないけど、なんかうちら SDGs やってますの方が、なんかお金持ちとかに好かれやすいから、そうしてるっていう説があるんだってあります、一個の思想のトレンドであって、本気では変えようとしてないっていうのは、すごくもう本当に実感することもありますね、いろんな人と喋ってて。 でもやんないよりマシかみたいな考え方をし,、うん、して、なんかその。 ものすごく安いものと、ちょっとだけ高いけど、SDGs に多少なりとも貢献してるかもしれないものってなった時に、そっち選べるぐらいの余裕は、自分としては持っておきたいなとは思う。うん、そうだよね。でも、私、数年前、うん、ほんの数年前、こうやってじゃあ、SDGs でこう、ゴミを減らして、長く使える上質なものをこう、買っていこうって言われた時に、それを買うお金が自分にあったかって言われると、結構厳しいかもって思っちゃった。 だって安いものを本当に必要なだけ本当はじゃあ1万円分まとめて買った方が上質でいいものを買えるかもしれないけれどその日どうにかするために500円のもっと安価で劣化質がそこそこのものを買わなきゃいけないみたいな現実とどうやって考え っていくんだろうって思った時に、やっぱり私資本主義の豚すぎるかも。いや思な、ね、だから、その時間的に貧しいということと、こうものを求めるっていうことが、割とこう、うん。 反比例関係にあるというような感覚もなんかちょっとあって、別にこう数式的に表せるものではないんだけど、こうみんながみんな一様にこう地球環境を考えて買うのをやめましょうって言われて、その通りに行動できる人とできない人って、やっぱ環境とか状況とかによってやっぱ全然違うと思うから、本当にそう。だからそこはまあ難しいんだけれども、その利便性っていうことにおいては、こう世の中全体が不便に逆行していく、こう便利になっていく流れが止まるってことは多分ないから、その コ,コンビニが減るとかって、多分しばらくは考えにくいっていうか、うんうんで、コンビニに置いてある品揃えが減るとかも、しばらくは考えにくいんで、うん、そうなってしまうと、いや、ここまでの利便性に乗っかるほど利便性に飢えてるかとか、うん、本当に時間に飢えてるかっていうことを、うん、こうみんなが一瞬チェックしたら、うんうん、ファストファッションの売り上げが、 全員が100万人が1回足を止めたら、うん、1>, 1年間で100万着売り上げが下がったりしたら、うん、供給も減るからそういう意味でみんながある程度こうせーので止めるきっかけになるっていうのはこういうドキュメンタリー作品とかがバンって出てきたタイミングっていうのは、うん、やっぱ意識が変わるタイミングなのかなとは思いますよね、うん、確かに考えていきましょう、ねはい、そして、えー、今日取り上げるテーマはこちらですあなたにとって家族とは何ですか あなたにとって家族とは何ですか、えー、という、えー、タイトルでございますけれども、今週、えー、6日ですね、12月6日金曜日から東京などで先行公開される映画、大きな家。死、えー、別、病気、虐待、経済的問題など様々な事情から児童養護施設で暮らす子どもたちと職員さんの日常を記録した作品となっています。うんえー、家族とも他人とも言い切れないつながりの中で生活をする子どもたちの本音から、当たり前とは何なのか、家族とは何なのかについて考えます。 はい。という映画ですね。はい。えー、まあ、ドキュメンタリーの映画でございまして、え、12月6日から、えー、東京では渋谷、ホワイトシネクイントなどで先行公開。えー、という形で、これ配信やパッケージ化の予定がないので、うん、配信されたら見よう、興味あるけど、時間ないからっていう感じだと、うんうん、あの、もしかしたら一生見れない、うん、えー、可能性も高いので、えー、ぜひですね、劇場にアクセスできる方はご覧いただきたいなという作品でございます。うんうん、はい。はい、えー、今回3人で話し合いたい議題は、家族って何ですか ホワイトボードに書いてください今日はね、最初からもう結婚式の話から、町山さんの映画から、もう全部家族の話をずっとしてるなっていう感じですね。難しいですよ、これは答えはないからね、このね、大きな家がね、東京にある児童養護施設のドキュメンタリーだからね、なんかこう、いろいろこう、私も先に見させてもらって。ありがとうございます 思うところはたたくさんあったけれどもかこれ14歳のしおりの監督と一緒だしね14歳のしおりもすごいよくて中学生のドキュメンタリーでがっつり本当に一クラスを追ってたから、うん、なんか今回のもう本当にその実際にいらっしゃる方々を撮ってるからまあ配信もパッケージかもしれないっていうねでは一斉にホワイトボードを見せてください。だだんだ<ん>私石山は その時を一緒に生きる人々なのかな<あ>、うん、言い切ってない。えー、私、デカミが家族って思ったら家族。ああ、そうだね、うんえー。私はちょっと難しく言っちゃったな。えー、損得抜きで迷惑かけ合う関係。 私はまずこの映画すごく良、あのー、かったなと思って、うんえー、児童養護施設の生活って本当にこう何一つ私は知らなかったんですけれど、うんえー、ここで、ね、暮らす、えー、子供たちがその一人の人間としてどんどん子供から、えー、青年に向けてこう 成長していく、そのこう成長の過程っていうところにフォーカスを当てていて、うん、で、そのなんかこう生活の輝きだったり葛藤っていうものがとても綺麗な映像でしっかり描かれているからこそ、うん、私はどういう偏見を持っているかっていうところがすごくこうパッと照らされて、うん、これはあのー、見るべき映画だし、うん、その監督がえっと撮影しているえ対象者たちとすごくこういい関係を結んだからこそ、うんはいうん この作品になったんだろうと思いました。なんか、うん、そうだね。あの結論を先に取るんじゃない。あの映画っていうのは大事だなと思いましたね。それを経て、でえっとその映画の中でもなんか違うつながらない人を家族と言いたくないとこう本音をこぼす人がこう出てくる。葛藤する人物がいますね。はい。なんですけれど。 そっか、私もそうかもしれないし、うん、えっと、この社会が、えー、家族を、やっぱりこう、血のつながりがあるからこそのものっていう、えー、前提の、なんかこう、条件っていうのがものすごくこう、強くって、うん、それがあるからこそなのかなって思って、 なんかまだ、その正直この放送でこう載せられるくらい、はっきりこう答えは持っててないんだけど、うんうん、でも、デカミちゃんの結婚式をこう見に行った時に、うん、あれでもなんか、夫婦って、あの血のつながりがないけれど、家族って宣言することで家族になってるよな、と思ったりもしました。うん、うん はい。僕先いいですかはい。はい、はい。あの、僕が、あの、実はこれ映画、僕は働いてる会社、うん、あの、プランナーとして、スタッフとして働いてる会社が実はありまして、映像とか広告とかキャラクターとかいろんなもの、エンタメを作る会社、うん、チョコレートという会社なんですけど、が14歳のしおりっていう、うんえー、中学校の一つのクラスに密着したドキュメンタリーを作ってまして、その後マンデーズっていう劇映画がありまして、その後、えー、この映画なんですけれども、僕は、えー、この映画、まあ、ほぼ出来上がっている段階で、 見てて、なんかクレジットとかはされてるかもしれないですけど、ほぼ、あの、視聴者観客とほぼ同じ立場ですというのは言っておきます。はいで、もともとですね、あの、俳優の斎藤拓さんが、14歳のしおりという中学校に密着したドキュメンタリー。で、そっちも配信とか、ソフト化されてないので、たまにですね、特別上映みたいなのがあったときに、人が殺到するっていう形で、上映されているんですけれども、それを見た斎藤拓さんが、今度はこういう題材で撮ってくださいという形で、企画を監督の方に持ち込んだっていう。 いう流れがあるんですよねその斉藤匠さんのこう自発性とその監督が、えー、施設にこう通ってですね監督がもう子供たちと友達になってるんですよまず目的をこう言う前にまず友達になっちゃってるっていう距離感なのでカメラの目線の高さとかも子供たちと全く同じ目線になっているっていうところが、えー、非常にですねドキュメンタリーって聞くとなんかこう報道のバランスとかを考えたフラットな冷静さを持った映像なのかなっていうふうに に想像されると思うううんでですけど全然そういうものではなくてあの本当にプロが撮ったホームビデオみたいなものなので,で監督とも僕はあの仲いいんでおしゃべりするんですけれどもえそういう中でこの子たちが将来見たときとかにこう背中を押されるようなえ作品だと思って作ったっていうある意味こう普通のドキュメンタリーでは守るべきルールの方には行ってないっていう作り方をしているのである意味こう全く新しいものがえ見られるかなとは思ってます。その上でこれを見ておく 思うんかこの関係と比較した時に僕はえ血縁の家族がいますけれどもいや果たしてどっちが密かっていうと結構こっちの方が密接なように見えたな僕にはっていう思いもあってそう考えると血のつながりとか過ごした時間もそれぞれこう判断基準あると思いますけどやっぱりこう損得抜きで。 それぞれに迷惑かける、かけられたときに、そこまで迷惑だと思わないみたいな、しょうがないなっていう感じで、何か助けられる、関係になれば、それはもう広い意味での家族と言っていいのではないかっていうことをすごく思いましたね、この映画を見て私は家族って思ったら、家族と題したんですけど。 その、やっぱこう、私、14歳のしおりも、特別上映のタイミングで、去年か一昨年ぐらいに見に行って、うん、素晴らしい作品だなと思って、で、あの、14歳のしおりの話になっちゃうんですけど、はい、あの、不登校のね、子がいるんですよね、クラスに。覚えてる。うん、で、その、まあ、作品の、ま、結末じゃないけど、まあ、ドキュメンタリーなんで話しちゃいますけど、うん、あの、私はやっぱりこう見ながら、最後のこう、次の春に向かって、その子が、え、再登校する、 ことを心待ちにしてしまってたんですよね。うんうん、でもやっぱり、まあちょっと登校が難しくて、まあ来れなくてっていう、そのでもまた次の学年進むみんなはっていう話だったんですけど、うんはい、話というかね、出来事だったんですけど、見てた時に、うわ、もうてっきり不登校の子が最後、 なんか心開いたりとかして、戻ってくるかと思って見ちゃってたってたドラマの最終回みたいな、エンタメがあるかと思ってしまうっていう,う,うめちゃくちゃどこかで消費しながら見てたんだっていう、なんかこう、すごい自勢のある作品でもあったし、それがなかった、本当にただありのまま撮ってて、監督もなんかこう、必要以上に距離詰めないけど、仲良くはなっちゃう。 とか、はいはい、なんか、え、この子、あの子のこと好きなんじゃねとかを、はい、絶妙にアシストしないけどしてる、みたいなのが上手くて。はいはいはい、ちょっとね、あの、竹林監督っていう本当にいい方なんですけど、介入してるんですよね、ちょっと。あ<ー>、そう、ちょっと介入しちゃう感じとかもすごい良くて、で、でね、今回のも大きな家も、すごいその監督の人との距離感、特にその子供との距離感の詰め方と開け方っていうのが、 うまい作品だなと思いながら見てたんだけど、やっぱりその14歳の年寄りの時と同じく、なんかこう、施設のみんなは、施設の,、はい、そのいろんな状況があって、親と離れて暮らしているけれども、この施設という環境の中で、もちろん楽しくも暮らしてる、で悩むこともあるけど、この施設のみんなが家族なんですって思ってるのかなって、多分どこかで思って。 自分がいる仲間という強い意識があるんだろうなでそういう子ももちろんいるんだけどやっぱりこう血がつながらない人を家族とは言いたくないっていう子が出てきた時に、うんまあ、そりゃそうかっていう不登校の子が来れなかった時と似たような突き放しじゃないんだけど、うんうん、あそうだこれはありのままを撮ってるドキュメンタリーだったんだっていうのをすごくこう強く 感じて、うん、まあ、それだけじゃなく、こう、いろんなこのね、いろんなシーンを撮ってるんですけど、うん、だから、その、家族って思ったら家族だし、家族って思わなかったら家族じゃないんだよなっていうのが、なんかこの家族って何ですかに対する私の答えで、やっぱ、薩摩川は今、私は家族だと思ってるし、はい、薩摩川のお姉ちゃんもお父さんも母さんも家族だと思ってる。うんうん、で、やっぱり実家の家族のことももちろん血がつながっていて、家族だと思ってるけど、うんうん、もう実家とか、 年に2回とかしか会ってないのね、もう両親とか、それでもね、少ない方ではないとは思いますけど、そうそう、薩川家の方が会ってんのよ、もう、最近は。追い上げて追い上るのとか思うと、すごい不思議な気持ちで、なんなら、薩摩川母の方が私の近況をよく知ってたりとかするから、不思議だなと思うけど、でもまあ、私にとってお父さん、お母さんはこの人だな、この人たちだなとも、やっぱ中井家に対しても思うし。 だからこう私はまあ恵まれている環境ではあるんだけどあの逆にその家族という,こうしがらみの中でなんかそのちょっと呪いっぽくなっちゃう人もいるじゃないどうしても親のこと好きになれないとか、うん、兄弟のこと好きになれないとか、うん、だから家族って思わなかったら家族じゃない。 っていう考え方してもいいんだなとも思った。うん、なるほど。なんかさ、うん、その家族ってその増えることもあれば減ることもあるし、そうそう。そのどんどん基本的にはその老いていく集団じゃないですか。うん、まあに新メンバーが入ったりね、入ったり出なったりね、うん、とかあるかもしれないけど。 でもなんか、その、家族っていうことをこう思い浮かべて、こうじゃあ、今日のテーマ、家族って何ですかって聞かれた時に、私の中のこうイメージでは、固定された核家族、ないしは大家族みたいなもの、この、え、あんまり変動のない集団として、え、頭に思い浮かんでしまうんだけど、あの、ま、よく言われていることをこうなぞるだけになるかもしれないけれど、本当に家族っていうのは変わる。 今も変わり続けて変化を含んだ集団なんだなっていうことをすごく思いまんか丸とか四角とかじゃなくてんかアメーバみたいにうようよと変わっていくものなんだなってそれはすごく思いますね境目も曖昧だし、だし動いているものだしやっぱ家族っていうものとか夫婦っていうものを話するときにまさにオープニングでデカミちゃんが話してた拡張性への疑問っていうところってやっぱり拭えないし逆に血縁に呪われているっていう人もいっぱいいる 中で家族っていうものをこう構成員が例えば4人家族とか3人家族とか、うん、まあこの大きな家っていうところも大きな家族として、うん、まあ人数ある程度固まって数値化できると思うんですけどうん、うん、そういうものにこう縛られない家族像っていうものが家族像って言いづらいんですけど人がやっぱ孤独になっていく時代で、うん、そ,のそういう,こう正式に一般的に家族って言える人が本当に一人もいない人ってやっぱり、うん この世にたくさんいらっしゃる。うんうん、で、僕の知り合いでもそういう人はいるし、うん、で、そういう人にこう、思いを馳せると、なんか家族を良き者っていうのは、やっぱりこう、難しくなってくる。うん、自分の心のバランスとして。うんうん、だけど、いや、家族っぽいものはでもいた方がいいよって思うのは、やっぱ僕が、え、損得の木で迷惑かけ合う関係っていうので、うんうん、なんか、その正式に、こう、 わかりやすく紹介できる家族じゃなかったとしても、うん、あ、もうこのずっと何十年隣に住んでる何々さんは、ほぼ家族っすわ、うん、みたいな。人はいた方がいいよっていうのは思うんで、うん、なんかそれは、こう、わかりやすい例として何人家族みたいなものがあるだけで、うんうん、家族的なものは、やっぱりなしで生きていこうとするのは、 まあ自己責任論が行き過ぎた社会において、その流れを、はい、そうですねっていうふうに、スルーしちゃうのは簡単だけど、僕はちょっとそれはできないなっていう気持ちがあって、で、そういう意味で言うと、何人家族みたいなものじゃない、こういう大きな家っていうタイトル、僕すごいいいタイトルだと思うんですけども、それが一個一つ考える、こう、クッションになるのかなっていうのはすごく思いましたね。うん 完全に一人で生きることを社会全体として見過ごしたり肯定したりするほどの個人主義には人間はまだ慣れてないと思う。確かに。っていうのが僕は。一人で生きていくの楽しい。その方が楽なんだよね、の人も。まあ、何らかの形であの関わってるはずですからね、うん、人間にね。その無人島で暮らしてるわけじゃないんだからというかさ、うん、究極の言い方をすると。うん、それはすごく思うし、なんか、 尊徳感情抜きで迷惑をかけ合う関係っていうのはすごく素晴らしいあの分かりやすさだなと思うんだけど、うん、あの自分が何かあった時に頼る人がいるっていうのもすごい心強いけど、うん、誰かがピンチの時に助けを求めてもらえるとか、うん、何があっても助けなきゃいけないって思う人がいるっていうのがことが実は大事だと思ってて。 なんかその精神的支柱というか、うん、実際に行動を起こして助けたのは自分かもしれないけど、うん、助けてあげたっていうその体験とか経験がすごいこう、うん、自己肯定じゃないけど、うん、なんかそういうのにつながる気もしているからなんかこの話をこうひっくり返すようで大変恐縮なんだけど。はい、でもその 人間と他者とこう関係性をこう損得抜きでえっと支え合えるとか迷惑かけ合えるっていうのはやっぱりコミュニケーションがその取れる他者がいることが前提ってやっぱりそれって社会のシステムとしてすごく コミュニケーション強者おりゃそうたね。ねコミュニケーション強者。ができる人たちそち、ね、それも結局自己責任論だよねって思っちゃいますね。うんうん、そこにつながっちゃうからな いやなんか私もその家族とあんまりこう仲、まあ、今、仲いいですけれど、うん、えと仲良くいっていない時期とかには恋人にすごくこう支えてもらったりとかっていうこともあるし、うん、でも、それって異性愛主義すぎるしコミュニケーションが取れる人間がたまたまそばにいて、うん、でその相手に私よりもこう余裕があったっていうところ、うん、運ゲーすぎるな私投げ出されたらどうなってたんだろうっていうことをすごくこう思います。 うん。だからやっぱりこうまあ自助共助っていう前に、うん、その公助が福祉がちゃんとしといてくれよって思う,うん、うん、その上でこっちは自由にやるからさっていうところは、ね、まあそんなに人間まだ強くないよって、うん、思いますね。児童養護施設ってその福祉の一番最初のところ、うん、一番最初にできている施設だからそのこ実際どう生きているこの子どもたちっていうのをこう。はい に、寄り添った目線でね、なんかこう生活に、はい、触れる,くれるいい映画だと思いました。ぜひご覧ください,映画、はい。映画、大きな家は今週6日、大きな家ですね。あ、大きな家、すいません。はい、大きな、えー、映画、大きな家は今週6日金曜日。<laughs> 渋谷、ホワイトシネクイーンと他で先行公開です。配信などの予定はありませんので、ぜひ劇場で彼らの日常を見守ってください。ということで今週も3つのボードに残されたワードは、えー、私、石山、その時を一緒に生きる人々なのかなです。でかみが家族って思ったら家族。大島が損得抜きで迷惑かけ合う関係でございます。うんはい 私とデカミと安置きとそしてあなたみんな違ってみんないい以上空間辞表でした「e